ソシエダさん、6部相手に0-1、なんとか勝利することに成功。緑の小ボレをカルロス・フェルナンデスが押し込む。6部というと日本では関東2部か、少なくとも5点は取らないといけない相手だな。サジクと USB が特にヤバいな。相手チーム現在6部の16チーム中7位あった。踊りお空がゴール詰めてんのなんなんポジショニングめちゃくちゃ。スピメンディとルノルマン出してようやくこれかよ。ヘタフェが12点取ってて笑う。まあ株相手なら普通は。ひでえな。6部に手こずるのか1軍は CL でも通用しまくりなのに、竹が休めたからええわ。6例ぐらいするのかと思ってたサディク、今日は大丈夫なのか。アリシャはフランスの神童なんですよ。お渡しをかけてよかったサディクもうダメだあれ。